優勝おめでとうございます。ありがとうございます。えー、今期二勝目、えー、最終戦ドライで、えー、勝ってしまいましたね。そうですね。本当まあすぐ汚染は本当に雨でもう心から喜べないっていうのがあったんですけど、今回は本当にまあウィーを通してあんまいい流れではなかっただけに本当に勝った時の嬉しさが嬉しさがすごいこうまあ表現できたというかまあ本当に嬉しかったですね。はい、勝付きでしかいなかったというか。<laughs> まあ、チャンピオン争いも結局、多分3位で終わってしまったと思うんですけど、まあ、僕に残されているのは本当に優勝しかなかったのであとはもう本当に、まあ、前田選手と国枝選手が、まあ、どうにかなればっていう感じではあったんですけど、まあ、結局3位で終われたので、まあ、ほっとはしていますしチャンピオン取れなかったことは本当に悔しいんですけど一応こう、優勝はできたので本当に嬉しいです序盤からこう逃,げる逃,げて逃げる予定ではあったので。 まあ後半が僕は結構得意な方なので後半、さらにこう引き離していこうと思ってたんですけど結構、ミスがいっぱい出てしまってどんどん後ろからもちょっと追い詰められてしまってまあ転ばないようにちょっと走ってしまったのはやっぱ僕のメンタルの弱さかなとは思いますしそこはは少し悔し悔い部分ではありますシーズンを通してって言えばまあ結果的にはいいシーズンだったのかなと。 っていう具合なんですけど、まあ今季2勝を挙げることができましたし、結局まあオートポリスとツクバとかでは結構もう順位は落としてしまったんですけど、まあ最終的に本当に無事で怪我なく終われたっていうのは本当に僕の中で一番安心できました。どのクラスで走るかとかはどこで走るかとかはまだ確実には決まってないんですけど、まあどのクラスでも本当に全戦全勝でチャンピオンを目指して頑張っていきたいと思います。